こんにちは。今回はね、罠というテーマで吉田さんから動画が送られてきたんですけども、概要はね、ものすごく納得させられるものがありましたね。というのが、一瞬で稼げますとかね、初心者でも大丈夫ですみたいな謳い文句に、まあ、多くの方がね、誘われて、情報商材を買ったり、誰かのコンサルをね、受けると思うんですよ。で、そこで多くの人は稼げません。で、そこで、なんだよ、インチキじゃないかよって去っていく人が大半の中、 あ、なるほどやっぱり簡単には稼げないんだちゃんとやろうっていう風にしてその業界の中をさらに掘り進める方がいるんですよそれがまあ吉谷さんだったということなんですよね簡単に稼げますよとか言ってねフラフラーっと言ったけど簡単に稼げないからじゃあ一生懸命やって稼ごうっていう風になったのが今の姿だと思いますまあ私も似たようなところがあったんでね簡単に稼げるとは言いつつねまあでもそうは言っても簡単じゃないんでしょみたいな先入観を持って行ったわけですよ それこそね、もういい年でしたから、簡単に稼ぎますよって言っても、その簡単の定義とかね、簡単と感じるか難しく感じるんか、人それぞれじゃないですか。そんなことは言われなくても分かってるんで、簡単って言ってもな、どっかになんか難しい罠があるんじゃないのみたいなね。そこそこ警戒していくわけですよ。そうすると、私にとっては非常に簡単でした。うん、本当だ本当だみたいなね。本当に簡単じゃんみたいな。ただし、何と比較してなんですよ、それは。私の場合は、 人を使う飲食店や遊戯場を経営していたんで、それに比べたらむちゃくちゃ簡単でした。まずはね、人を使わなくていいっていうので、人材募集とか人材育成とか、で、自分以外の人が起こした結果に対して責任を取らなくていいっていうのがね、非常に楽でしたね。インターネットの仕組みってのは、まあ期待を裏切らないわけですよ。自分の力と同等の効果を出してくれます。だから自分がしょぼければしょぼい効果、自分が力を出せば 力のある効果を出してくれるんですよね。それはそうですよね。だって、プログラミングやアルゴリズムで動いてますから、自分がそれを理解すればね、うん、その通りに答えてくれるんですよ。例えば、PPC 広告っていうのがありましたけども、PPC 広告の理解がきちんとできていて、それが扱えれば、当然、1日に10万とか20万という利益をもたらしてくれるんですよ。でも、生半可な勉強とかね、生半可な、<laughs> 失礼しました。興味だけでは、全然、アクセスにつながらないわけですよね。 だから儲からないってことになりました。つまりは、簡単だから大丈夫と思って、本当に簡単なことしかしなければ、簡単なものによってもたらされた結果しか出ないってことなんですよ。ね、だから、真に受けるもんではないなと思いましたよね。まあ、真に受ける人はいないと思いますけどね。さすがに。一瞬で儲かりますよとか言って、一瞬で儲からないじゃないかとかね。ワンクリックで100万ですとか言って、ワンクリックで100万なんねんじゃないかって本気でくる人言ってますそれはキャッチコピーでしょっていうのは、そもそも分かってますよね。 だから、そんなキャッチコピー一つ二つに踊らされてねおかしいなキャッチコピーの通りにもかりませんよっていうふうに言うとしたらですねその人はもう向かないですよねもうそういうことにはなんかねあまりにもね警戒心がなさすぎるというかね解釈が薄いというか甘いというか浅いというかやっぱり 確実に儲かると言われてもさらに警戒するぐらいじゃないとやってらんないんじゃないかなと思うんですよ。ね、ですんで、罠っていうのもうーん、鳥によってはね、その罠にかかったからうまくいったとも言えますしね、罠にかからずに、それこそ甘っちょろい人生を歩いてきたら大きな溝にはまるんじゃないかなと思います。まあ、私いつも思うんですけどもうん、人生歩いてきて何が一番大変だったか。 どんなことに心痛めたか。どんなところからどんな地獄を体験したくたか。多分ね、女の子と付き合うこと考えたら他のことは全部楽ですよ。<laughs> 女の子と付き合う方が、うん、いろいろと大変だと思います。口説いたり、メンテナンスしたり、維持したり、ご機嫌取ったり、プレゼントを送ったり。別れる時もちゃんと丁寧にやらないときっちり別れられないですからね。おかしなことになっちゃったりするんで。 それに比べたらビジネスとかその他のことってそんなに難しくないなと思いましたね、うん。どうですかねなんか人によっては昔のトラウマとか言いますけども、うん、私はね、小学校、中学校、高校、それから二十歳ぐらいまでのどんな過去よりも今の現実の方がシビアだと思いますよ。いや、今よりも昔の方がね、トラウマ級の泥沼の大変さ。 だとしたらそういうところから抜け出した今に来たんだから今が随分楽になってるはずなのにでも今この瞬間のことをねまあ見据えずに過去の一番大変だった時のことをわざわざ思い出してトラウマって言っちゃうのは非常にちょっとねもったいないなぁと思いますよね。ただまあそうは言ってもねあの性格的にそうなっちゃうからトラウマがフラッシュバックするんであってそこはもうね治療に。 行くだからないがしろにするわけではないんですが私の場合はもう人生で一番大変な時期っていうのはだいぶ向こうに過ぎていったんでこれからどんどん楽になるというふうに先入観を持ってるかなっていうところですよね。だからまあ思い込みといえばね思い込みなんですけども何を信じるか何を思い込むかっていうのが非常に。 自分の人生を左右するのかなと思いますよね、うん、まあなんかね人が言葉と書きますんで結局、うん、どんなことを自分が言ってきたかとかね自分どんな言葉を自分が聞いてきたか人が言うことと書いて信じるですからそれに尽きるのかなと。 まあ、昔の嫌なことを思い出してそのことばっかりを口にしていれば今この瞬間もそんな気持ちになっちゃうのかなと思いますけども、うん、まあ、真っさらのね今をさらに大きく伸ばしていこうというふうな希望を持って、えー、言葉にすればそういったいいイメージを信じることができるのかなと思うんですよね。そしてその信じた自分のイメージ通りの未来が来るんではないかなと。 私はあのネットビジネスの世界に入って自己アフィリエイトを覚えたときにこれ3年間で1億ぐらい稼げるんじゃないかなっていうふうに思いましたしそういうふうに人に言っていました自分に対しても言い聞かせてましたまあそうするとそうなりましたねまさに人が言うことっていうのは何回も言い続けることによって信じることができてその信じた未来がやってくるってことかなと、まあ、少なくともね自分が思いもしてないようなことっていうのがそんな簡単に来ないですから 強く思うことが全てのスタートで強く思ってないんだったらまあ思う程度のことができないんだったらまあ行動したり結果を手繰り寄せるのはもっと難しいですからね信じていきましょうということでございます。いたしたい